米へ川を渡る第三師団1940年日清、戦争戦没した第三師団第一軍の慰霊記念碑。1900年に名古屋境の広港寺に建てられたが、後に被体寺へ移築された。塔は砲弾を模し、作は戦利品の重宝。第三師団は大日本帝国陸軍の師団の一つ。名古屋方面出身者から構成される師団で、 その前身は1873年1月に設置された名古屋鎮台。1888年全国に6つあった鎮台が、師団へ改編される中、第三師団と名前を変えた。200個を数える、陸軍師団でも最も古い師団の一つである。日清戦争では、朝鮮に上陸、平壌攻略、海上、牛荘の戦いに参加。日露戦争では、 南山海戦、両洋海戦、佐賀海戦、宝天海戦に参加した。1912年11月30日に第三師団軍学隊を名古屋市南外堀町に設置した。1918年6月7日、兵器部が事務を開始した。シベリア出兵ではザバイカル方面で革命軍と交戦、チェコ軍団の救援にあたり、三島出兵に参加。 1934年に満州中東を命ぜられ4月に、都満、約2年間満州に駐屯し、1936年に帰国した。満州から帰国した翌年の1937年7月に日中戦争が勃発、第3師団は第11師団と共に、上海の在留法人救援という名目で編成された上海派遣軍の指揮下に入り、 8月23日、上海郊外の五省に上陸、五省の中国軍の抵抗は激しく、第9師団、第13師団、第101師団、重藤ト死体の増派と、さらには、第10軍の増援を仰ぐ者の中国軍を撃破、続いて、南京攻略に参加した。1938年2月14日には、新たに編成された中止な派遣軍戦闘序列に、 編入助手回戦に参戦、同年8月22日には、第2軍戦闘序列に編入部艦作戦を戦った。同年12月9日には、第11軍戦闘序列に編入され、その後戦線がこ着化し、占領地の警備を新設師団に委ね多くの師団が復員する中、第3師団は、家中方面に駐屯し続けた。太平洋戦争回戦後も、 第11軍令下下中にあり、この方面で行われた様々な作戦に参戦した。1944年には大陸脱作戦、第2弾の小桂作戦に参戦して、厚生省に進行、9月6日に霊両飛行場を、11月4日には、競輪第1飛行場を占領し、11月4日に柳城、流州北岸を攻略。 一時期修章まで進出し12月2日には8歳を占領した。作戦終了後は第11軍司令部の置かれた琉州の南側の南令方面の警備を担当、なお西側のよろし山方面は第13師団、北東側の京林方面は第58師団が担当した。1945年になると戦局の変化から厚生省方面の日本軍は、 撤退を開始、4月18日に、第13師団と共に、品派遣軍直轄師団となり南令の警備を、第58師団に譲って、上海方面に向けて移動中、鎮校で終戦を迎えた。鎮台が改変され師団が創設された、最の明治21年5月12日直令第31号と、1937年の、品事変勃発前の陸軍常備団体。 配備表によると、第3師団は次のように配備されていた。また1941年には、不評第18連隊を第29師団に転用し三段位編成に改編された。1888年1937年1945年、明治9年に岐阜県内に砲兵演習場を開設した。これは後に陸軍の飛行場となり、 第二次世界大戦後は、新中軍、中流米軍の基地を経て、航空自衛隊の岐阜基地となっている。ありがとうございます。